ロンドン橋。ロンドン橋は、ロンドンを流れるテムズ川に架かる橋。ロンドン橋落ちたというわらべ歌によって世界に知られている極めて有名な橋である。1750年にウェストミンスターブリッジが架けられるまで、ロンドン市内でテムズ川に架かる橋としては、唯一のものであった。ロンドン橋は、プレストレストコンクリート橋であって、極めて地味であるのに対して、 直下流にあるタワーブリッジは二つの塔を持つ戸べ海峡であり見栄えが良い。このためタワーブリッジの方がロンドン橋であると世界中で極めてしばしば勘違いされている。この誤解の多さがロバート・ P ・マカロックがロンドン橋をタワーブリッジと勘違いして購入したとの都市伝説を生む理由にもなった後日。 現在のロンドン橋が架かる位置にはその近辺も含め2000年近くにも渡って橋が存在してきた。ロンドン地域でテムズ川に架かった最古の橋はローマ人によるもので西暦46年に架けられた木製のものであった。1 0三3年侵略してきたすべに一世率いるデエン人たちを分裂させるためにエゼルレッド二世によって焼き落とされた。 かけ直された橋は1九9 1年に嵐で破壊され、1136年には火災にあっている。1136年の破壊の後、橋の管理者であったピーター・デ・コール・チャーチが木製の橋を石像の永久橋に置き換える提案をした。そのため新しく税が課され1176年、ヘンリー二世の時代にリーカリ・チャーチの監督のもと工事が始まった。 この橋は完成までに33年を要し、デコールチャーチの死後4年経った1209年、ジョン王の時代に完成した。ジョンは教場に住宅を建てる考えを持っており、橋は完成後間もなく、住宅、商店、さらには礼拝堂によって閉められた。中世の橋は19の小さなアーチと南端に、守衛所を備えた羽根橋を持っていた。 流れはさらに橋の南北に設けられた水車によっても阻害された。これにより、ストリングスと呼ばれた橋の南北の橋脚間に2メートルという水位の差と凄まじい急流を作り出した。小舟を漕いでストリングスの間を通り抜けようとして溺れた者が多くおり、賢い者は橋上を渡り、愚か者はその下を通るフォーワイズメンツーパスオーバー、アンドフォーフールズツーパスアンダーということわざが、 残されている。1381年のワット・タイラーの乱、1450年のジャック・ケイド、ジョン・モーティマーによる反乱の際に橋での攻防戦でいくつかのアーチは崩れ、橋上の住宅も焼け払われている。北側の門、ニュー、ストーンゲートは1577年にランサッチハウスに置き換えられた。南側の水門小屋、 ストーンゲートウェイはロンドンでも悪名高い場所の一つとなった。タール付けになった無本人の生首を矛に刺して晒した。ウィリアム・ウォリスの首が1305年、初めて門にかけられた。他に首が晒された有名な人物として、ジャック・ケイド1450年やトスモア1535年、ジョン・フィッシャー1535年、そしてトマス・クロームウェル。 1540年などがいる。あるドイツ人旅行者が1598年に30以上もの首が端にさらされたことを数えている。この観光は最終的に1660年、チャールズ2世による王政復古の際に廃止された。教場の建築物は大火の危険とアーチへの負荷を増大させた。1212 12年あるいは1213年。 ロンドン大会以前で最も大きいと考えられる火災が橋の両端から同時に発生し、橋上の人々を襲い3000人が亡くなったとされる。1633年にも別の大火が起こり橋の北側3割を破壊したが、このことが1666年のロンドン大火での橋の損傷を防ぐこととなった。1722年までに交通混雑が非常に激しくなり、 市長が佐々区からシティへ向かうすべての場車類はこの橋の西側を通行し、シティから出ていく交通は東側を通行するようにとの布告を出した。1758年から1762年にかけて水上交通改善のため中心の二つのアーチがより広い張り間のものに交換され、それとともに家々も除去された。18世紀の終わりには、 交通量に対し境外になり、ロンドン橋自体も600年以上使用され、老朽化していたが、1799年、新しい橋の設計コンペが開催され、トーマス・テルフォードが180メートルの長さの短式鋼鉄アーチを持つ橋を応募した。革新的な彼のデザインは入賞したが、実現可能性の不確実さと、建設に要する土地の膨大さのため使用されること、図った。 橋は五連の石像アーチによるものとなったの設計によるものである。新たな橋は、旧橋より30メートルにし、上流に7年の歳月と200万ポンドを費やし、レニーの息子によって1831年に完工した。旧橋は、新橋開通まで使用され、その後廃棄された。レニーの橋は、大理石で作られ、長さは283メートル。 幅は15メートル、公式の開通日は1831年8月1日である。その日、式典がウィリアム4世とアデレード王妃出席のもと、橋のたもとの会場で行われ、HMS ビーグル号がこの橋の下を最初に通った。1902年から4年にかけて、慢性的な渋滞に対処するため16メートルから20メートルに、拡幅された。しかし、 これが橋の基礎に過大な負荷を与えることとなり、工事後に橋が8年に1インチの割合で沈下することとなった。1924年には橋の東側が西側よりも3センチメートルか4センチメートル低下した。1831年完成のレニーのロンドン橋は基礎の沈下のために取り壊されることになったが、これを売却するアイディアをイワン・ラッキーインが提案し、 工房にかけられた。結局、1968年4月18日に、レニーの橋は、アメリカの企業家ロバート・ P ・マカロックに246万ドルで売却された。売却された橋は、レイク・ハバスシティに復元され、1971年10月10日に、開通式が行われた。現在この橋は、グランド・キャニオンに続く、アリゾナ州、第二の観光名所となっている。 タワーブリッジがロンドン橋であるとの勘違いが蔓延していたことから、マカロックはタワーブリッジと勘違いしてロンドン橋を購入したとの都市伝説が生まれた。この都市伝説はイワン・ラッキーイン自身によって明確に否定されている。また、ロンドン橋のアメリカ遺説についての書籍を表したトラビス・エルバーも否定している。 現在のロンドン橋は建築家のによって1967年から1972年にかけて作られた。3年のプレストレストコンクリート張りからなる全長283メートルの橋梁である。開通は1973年3月17日、エリザベス2世によってなされた。400万ポンドの費用はが用意し、その一部は古い橋の売却収入が充てられた。 現在の橋は、レニーの橋を部品ごとに解体しながら、同じ位置に作られていった。ロンドン橋は、タワーブリッジとキャノンストリート鉄道橋の間に位置する。市内の市とサザークを結び、プールオブロンドンの西端に位置する。橋の南側には、サザーク大聖堂とロンドンブリッジ駅が、北側には、ロンドン大火記念碑とバンクモニュメント駅がある。現在の橋は、 ロンドンとポーツマスとを結ぶ道路の一部であり、大ロンドン町により維持管理されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。